って夢だ。集まってるようだな。ひどく酒臭いな。あの帽子は形見の品なんだぞ。落ち着けよじいさん、洗えば落ちるさ。叱りつけるのは後でできるわ。取り掛かりましょう。ベズミル、何か分かったか。お前たちがフォークテールを借り、メガスコープをいじる間ウーマを観察していた。そしてあることに気づいた。意識が弛緩する瞬間、彼は妙な反応をする。眠りに落ちる過程で一瞬の覚醒が割り込む。彼の動き、目つきの何かが違う。だが一瞬の間だけだ。そこで彼を失神させ催眠状態にした。最初は何もなかったが、深い昏睡に陥るにつれ何かが聞こえた。ため息かうめきのようなもの。それはウーマの声ではなかった。もういい。それが何の役に立つんだ。じゃあ黙っていて。ありがとうベセミル。そして前に言ったことは謝るわ。みんなから私たちの計画を聞いた。まったく気に入らん。だがお前を信じるしかないようだ。この台はとっくに捨てたものと思ってたよ。ああ、最後にサッド・アルバートを見てから50年か。とても手放せなかった。いつか使い道があるかと思い。年寄りはどういうものか知ってるだろう。じいさんってのはみんな屋根裏に拷問器具を詰め込んでるもんだ。それでどうする。始めましょう。あとは霊薬の調合だけ。それならなぜもっと早く準備しなかったかって。試練で使う霊薬は時間とともに効力を失う。調合直後に投与しなければならない。これで満足？ゲラルトは霊薬を作って。これが調合法。エスケルは蒸留酒を持ってきて。おいおい、俺は二日酔いで。そして器具を消毒して。どうしたの？急いで。ウーマの正体を知らないはずだ。どうやって比率を割り出した？複雑な計算をいろいろ試した。資料から推定したり実験したりして。つまり推測か。ねえ、霊薬はできた。器具もいける。いいわ。ベセミル、鎮痛用の薬草だな。わかっている。経験はある。エスケル、血管を切開して管を差し込んで。ゲラルト、供給装置に霊薬の小瓶を設置して。いいぞ。弁を開いて。順番はどうでもいいわ。鎮痛剤は効いてなければ、苦痛によるショックでもう死んでるはずだ。じゃあ全て順調か。いや、だが想定の範囲内だ。次の霊薬を投与して。できれば二度とこれを見ないことを願っていた。じゃあなぜ台を残してた。ゲラルト、次の霊薬を。
美味しいケイフィン。次は霊薬の効き目が出るのを待つ。一日かそれ以上かかるかもしれん。確かに待つだけ。でも安定化させる呪文を続けなきゃ。ウーマの体は若きウィッチャー志願者よりずっと回復力が弱い。そうしなければ彼は。エスケル、悪いけどお願い。手ぬぐいだな。待ってろ。する羽目になるとは。床掃除のことか。いや、試練のことだ。もし中身がシリならこのいびつで感情のない化け物から自力で出てこれるはずじゃないか。かもしれん。だが他に方法はない。そうだろうな。だが請求だった。始めるならもっと。床はこの上なく綺麗になったけど、できれば私も拭いてもらいたいの。悪いけどゲラルトの方がいいわ。分かった。俺もその方がいい。これは正常か。ええ、ウーマの体が内側から分解してるの。それが完了したら再構築しなければ彼は死ぬわ。ウィッチャーには変異誘発剤、私たちには呪文がある。おい、イエネファ、眠いのか。いいえ、ただ目を休めてたの。それを寝てるって言うんだ。じゃあ起きていられるように何かして。つねるのは効果的だぞ。それは後でね。今は話して。何かお話ししてちょうだい。ダンディリオンが剣を買ってくれた話はしたか。ケラックだったかしら。私たちがしばらく距離を置くと決めた直後だ。ああ、剣が消えたんだ。ダンディリオンは丸腰はまずいと言い張った。それで武器を買ってくれた。正真正銘ビロールダンの剣だ。しかも安かった。まるで盗んじまったみたいになってな。敵の剣を受けただけで壊れたな。起きたわ。じゃあ呪いを解きましょう。呪具を用意して。アバラック、知ってるのか。ああ、エルフ。あれに賢者だ。
シリはどこ？隠れている。霧の島に。だが、彼女は安全ではない。ワイルドハント。ワイルドハントはシリの何を狙ってるんだ？死。古き血脈だ。門を開くため。止めろ。そうさせてはならない。霧の島とはどこだ？どこでもあり、どこでもない。いいか賢者よ。俺たちはなぞなぞのために呪いを解いたんじゃない。フレミン、アルウィン、シルレン、スケリッチだ。これを追え。霧の中へと急げ。守ろうとした。だが呪いが。ワイルドハントはまだ島を見つけていない。だが彼女がそこを出れば発見されてしまう。すぐに。ここまでよ。彼はまだ死の淵にいる。彼は大丈夫か？わからない。見たでしょ。計画通りとは言えない。呪いは解いたけど、試練が彼の体に傷を与えた。痙攣する指、光に反応しない瞳孔、何度も見た。幾度となくな。毒素が神経系に損傷を与えた。たとえ乗り切ったとしても。わかるでしょう。シリを助けに行く。待て、何か知ってるんだろ。こいつがアバラックだとどうしてわかる？シリとどう関係してるってんだ？イエネファーが説明してくれる。目を離すな。そいつは味方じゃない。だとしてもシリは信頼していた。せめて彼の言葉を真剣に受け止めるべきだ。聞いただろう。霧の島からシリを連れ出せば即座に奴らが足取りをつかむ。そうしたらどうなる？奴らを待つ。剣を携えてな。そうだ、反撃に転じる頃合いだ。ゲラルトはシリをここへ連れてくる。そうすればワイルドハントがついてくる。奴らは不意打ちを期待するだろうが、肩透かしを食らうことになる。奴らと戦うつもり？5人で？この廃墟で？他に方法があるか。そうなる運命なのだ。仲間を集めたらどうだ。剣の心得があるものや。魔法の使い手をね。よし、シリを助け、それから仲間を集めて全員連れてこよう。あてはいくつかある。その中にはいい女もいるんだろうな。ああ、美女だらけさ。君の方は何をするつもりだ？アバラクの世話ね。優しく丁寧に魔法で治療しないと死んでしまう。でもまだ望みがある。小さくても何もないよりはマシよ。わしと男どもは招かれざる客の迎え方を考えよう。よし、そろそろ出発する。頼んだぞ、オオカミ。シリラによろしくな。早く戻ってね、ゲラルト。